こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。会いましたね。ねえ。うん。なんか脳ってのはさ、うん、結構こう騙されるっていうかね、うん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 、錯覚するんだってな。うん。うん、だからよくあるじゃん、騙し絵ってあるでしょ。うんうんうん、なんか本当はお金なのにこっち立体だとこうこっちにこう出てきてるように見えるやつもあるし、絵でもね。そう、例えばほら有名なのはさ、うん、壺とこう人の横顔とこうね、うん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 、うん、だからだからどっちかにこう意識を向けることによって、うん、壺に見えたり人の顔が向き合ってたりさ、うんうん、あと有名なのは若い女性と老女の、あ、そうね、あるでしょ、うんうんうん、ちょっと見方によっては、老女がさ、うん、ちょっとうつむき加減に見てるの顔が見えたり、うん、ちょっとこう視点を変えてみると、うん、若い女性が、向こう側を向いてるようなね、うんうんうん、そんな絵に見えたりというね、うん、そういうのがあるんだけどさ、うん、ねどっちが正しいわけじゃないんだよ。うん、どっち側で見るかでしょ。そうこっち側から見てるのかこっち側から見てるのか。そうそうそう、だからちょっと脳っていうか視点を変えてしまうと、うん、変わるわけよ、うん、な、うん、だから何でもそうなんだよな。まあね、うん、よく言えるよね、だから何が正しい、うん、だからこれが正しいっていうことはさ、うん、それはただ自分の脳がそう判断してるだけであって、うんうん、ね、でもちょっと何か誰かある人と出会って、うん、そこで、違う視点をこうインプットされると、うん、ふっとこう正しさが変わることあるわけじゃん。うんうんうん、そうだね。な、うん、だからこうじゃなきゃいけないとかね、うん、これが正しいとかね、うん、こうだって生きてる人ってさ、うん、これはもう完全に脳の錯覚によって、うん、思い込まされてるという、うん、作ってしまってる。そう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 、そうだよね、うんうん、昨日もね、そのにいらっしゃったお客さんと話した時に、うん、やっぱりさ、例えば成功か失敗かっていう、うん、2つなんだけども、うん、失敗続きの人生だった、うん、っていう風に捉えてらっしゃる、うん、でまあ、うん、そういう言葉はっきりは言わなかったけど、うん、私が思うのは、うん、でまあそこでまあね、その成功か失敗かって話をちょっといろいろしていった時に、うん、相手の顔がハッと一瞬変わる瞬間なんだよね、うん、あ、分かってくださったんだなみたいな、うんうん、そうなんだよね、うん、だから例えば失敗で、まあ、借金だらけの人生で本当に大変ですよ、うん、辛いですよって、うん、もしこう言ってるならさ、うん、これも脳がそう思い込んでるわけだから、うん、ね、うん、そこはね、言葉変えるんだって、うん、いや借金だらけの人生で本当エキサイティングですよとかさ、うん、ね、うん、こうドラマチックですよとかさ、うん、ね、そういう風にさ、こう言い方を変えていくとね、うんうんうん、脳もまた変わっていくわけよ。そうかもしれないね、うん、うん、そう、だからこの日々のちょっとした、言葉遣いとかさ、そうだ、ね、ね、うん、なんかものの見方によってさ、うん、もうガラッと変わるわけよ。そうだね、うん、現実が変わってくるとね、うん、うんうん、そうだね、うん、だから病気でもさ、まあ、この間あったと一緒にね、がんの体験者の人にもあったけどさ、うん、ね、いや大変だよがんになって、うん、で彼女だって第4期って言われたんだからね、そうだね、うん、腰にまで乳がんが転移してるって、うん、ね、このもう真っ暗さ、普通だったら絶対絶命だよね、絶対絶命だよね、うんうんうん、でもそこでね、彼女は言うのは、そういう自分をこう外から見てる自分がいたんだっていうことでね、うんうん、で彼女はその先生とこの先生と合わないなって判断したんだよな、うん、で違う先生とこれセカンドオピニオン聞きに行った、うん、もうその、最初の先生にかかってたらこれはもう大手術だから、抗がん剤やってたらな、うんうん、とにかくそういうこう厳しいきつい治療を受けなくちゃいけなかった、うん、でもセカンドオピニオン聞きに行ったらなんとその腰の転移っていうのはどうもこれはがんじゃないと、うん、いうことでね、うん、なんか運動やったってたっけね、うんうん、判断が非常にこう難しいものなんだろうね。そう、でもその最初のパッと見たものでこうだって言われてしまったらもうそうだになっちゃうから、もうそうなっちゃうわけだよ。そうだから先生だって思い込みなんだから、うん、ごね、まあ、結果的には誤診なんだけど、うん、だけどもそういうふうなこう画像に出たんだろうな、うん、うん、判断難しかったなと思うんだよね、うん、だからその辺はさ慎重にさ、対処したことによって、うん、であと彼女のね、うん、
手術をするしないの判断もな。そうだね、あれ素晴らしかったね、うん、そうだから、うん、まあどちらかというと彼女は大体両方側、うん、ね、スピリチュアルの世界をこう興味持ち出して動き始めたわけだけど、うん、でもその中で本当にがんが小さくなっていった、うん、さあどうするか、そうね、うん、もう取っちゃうか、でもそこで悩みが出るわけよ。そうだね、ここまでちっちゃくなったらあと何日かで消えちゃうかもしれない、かもしれない、だからそういうこう思いもあるけど、でもここまでちっちゃくなったんなら今だみたいな、そうだからそこは彼女は自分の気持ちに正直にさ、うん、そこにがんがあるということ自体がすごい自分のストレスになってる、だったらもう取っちゃえって、私も言い方はそうだな、だって絶対さ、うん、あるのにさないっていうふうに思い込むことできないもんね。そうなんだよね、うん、だからそういうのはもう取っちゃう、でもその時に取るって決めた瞬間にすごい気持ちが楽になったってね、うん、そういうことを言ってたけど、これはありだと思う。だからここは自分というものをいかにこう見つめるか、自分の性格っていうかさ、うん、うん、そうだね、そう、こうしたらただいろんな人がさ良かれと思っていろんなアドバイスをくれるわけ、うんうん、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃない、ああいう人がいたよ、こういう人がいたよって、多分もう星の数ほどくるんだよ、アドバイスっていうのは、うんうん、一人一人治療法違うわけだから、そう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 、でもその中でなんかピピーンとこれだっていうさ、パパッとこう選ぶ選択する能力というかひらめきの力っていうかさ、うん、それが大事だよね。そうなんだよね、うん、だからまあそういう、切らない選択もあると、うん、いうことを含めた上で、うん、で自分はどうするか、うん、ね、騙し絵じゃないけどさ、うん、でもどうしても自分はこう見えるってあるじゃん、うんうん、確かにそうだよって言われたらそうだ、うん、言われたら確かにこのこれは壺じゃなくって人がこう顔をね、うん、横側が2つあると、うん、確かにそうだ、うん、全私は壺の方がいいなとかさ、そうだ、ね、あるじゃん、うん、そうだね、うんうん、だからそれだったら壺を選択すればいいわけです。そうだね、うん、うん、だからそういうのがね俺大事かなと思うわけよ、うん、うんうん、だから、一般論では語れないものがさ、うん、それはもう別にがん治療だけじゃなくって全てにおいてあるっていうこと、すごい分かるな、うん、うんうん、そういうのもねこう要するに自分の感性というかさ、うん、要するに思うことってさ、うん、自由なのよ、うん、別に人に合わせる必要ないじゃん、うん、例えば、もうすぐ万歳で、うん、そう、例えば俺ディズニーランド嫌だって言うけどさ、うんうん、それは俺がそう思うだけであってさ、うん、別にディズニーランド行く人を非難してるわけでも、うん、ね、うん、好きな人もいてもいいわけだから、うん、もう俺はこれ嫌だなって思うだけのことであってさ、うん、でもそんなことは自由じゃん、うんうん、それを強制するわけでもないしさ、うん、それでもね、ディズニーランド嫌いだ嫌だって言ってそこになんか爆破予告をしたらもうこれは犯罪になるけれども、そうそうそう、自分の中で自分は行かないって決めることは全然、うん、そう思うことは自由だしさ、うん、例えばまあ流行の映画とか流行ってる映画なんか俺は絶対見に行かないよって、うん、余計行きたくなくなるんだよね、流行りが嫌だっていうのもこれも自由なんだから、うんうん、っていうそういう自由さをさ、うん、やっぱりこれ大事にすべきだなと思ってるの今、うんうん、だからなんだろう、無理に迎合する必要もないし、ね、そうそう、だから脳ってさ、うん、そういうこうなんて迎合しなきゃいけないっていう、これはもう小さい時からの教育もあるんだしさ、うん、そういう中でさ、うん、なんかそうこう、そう動かされてるっていう脳が、うんうん、だからそういう動きをどっかでちょっとプログラム変えてしまわないと、本来の動きにね、うん、本来の動きに、だからその方が多分まあ右脳左脳とかよく言われるけどもさ、うん、やっぱりまだまだ解明されてないことっていっぱいあるわけじゃない、いっぱいあるよ、うん、だからそれをやっぱり味方につけた方がいいよね、やっぱそうだよ、だからスムーズに動く動き方で味方についてもらった方がいいと思うわけよ、うん、ギクシャクこう無理にこうなんかこう考えてさ、うん、変なこう回路がこうできるようなやり方ではなくね、うん、そうだからある種のその脳っていうのはさ、うん、まあ潜在意識の入り口でもあるでしょ、そうな、うん、だからさ、うん、脳を考え方、物の見方、考え方を変えていけばいいの、うん、あんまり潜在意識ってコントロールしようと思うとまた大変だからさ、だから脳をまず考え方を変えてしまう、うんうん、そうすることによって自然に潜在意識も変化していく、うん、だけど、ね、代表的なのは例えばコップに半分あった時に、うん、もう半分になっちゃったとか、まだ半分あると思うかさ、それってエネルギーのさ、もうベクトルが違うわけよ。そういうこと。どっちに向くかっていうのはね。うん、だからこういう夫婦の関係でもさ、うん、ね、足りないところ、うん、ね、この人はこんなことできないとかさ、ここが気に入らないとかさ、こんなもん数え出したらキリがない。なでもさ、あこれこんなことできるんだとかさ、うん、あこういう優しさがあるんだとかさ、なんかさなんかそれなんか私に向かって言ってんの、そんな風にさ見るってそれも両方真実でしょ、もちろんな、うん、両方真実、どっち見るか、できない人もいるし、うん、できる部分もあるし、そうそうそう、どっちを見るかだけじゃん、うん、
なあ、親子関係でもそうじゃん。そうだね。そうでしょ、子供に対してさ、うん、ね、勉強ができないとかさ、うん、ね、それも事実かもしれない、うん、成績悪かった、うん、でもさ、いいとこもいっぱいあるわけだからさ、 そうだね、そっちに目を向けるのとは絶対違うからね。そうだね、うん、だからそういう脳の働き方をしてた時に、うん、その人は幸せだろうね。そうそう、ね、両方とも幸せなんだよ。周りも幸せになる、みんな幸せなんで、そうなると、うん、分かるね、うん、うん、ダメなとこばっかり見つけて、うん、ね、あしろこうしろって言ってたらさ、うん、だから言ってる本人も言われてる本人も、ね、周りにいる人も嫌なんだよ。そうだよね、うん、そう、うんうん、そういうふうなことで活性化させましょう。そうだよ、だからその辺からね入り込むとね、ちょっと楽かも、あのやりやすいのかもしれないと思ってるの今。そうですね、うん、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。